皆さんこんにちは。今日はたくさんの方においていただきましてありがとうございます。早速世田谷球場の会9周年の集いを始めさせていただきます。開催の挨拶を坂岡慎吾さん、執行委員会の坂岡さんからお願いします。皆さん、今日の世田谷球場の会の9周年の集いは数ヶ月前から企画をしておりました。ところが総選挙の投票日をぶつけられてしまいました。大変な日と重なってしまったわけですけれども、これも象徴的なことだと思います。政権を取っている自民党は今度の総選挙で公約としてですね、憲法改正原案を国会に提出し、憲法改正のための国民投票を実施、憲法改正を目指すと明文会見を明らかにしています。読売新聞の12月6日の全候補者アンケートによると、自民党と維新の党の候補者の 98% が改正する方が良いと回答しました。ところが安倍首相は1日の日本記者クラブ主催の党首討論会で憲法改正の意欲を聞かれて、残念ながらまだ国民の中で憲法を改正していこうという機運が盛り上がっていないと、救助の会が頑張ってるからですね。まずは党で国民運動を展開していきたいと述べたんです。マスコミは慎重な言いぶりだというふうに報道していますが、ところが皆さん、会見団体の日本会議は10月1日に美しい日本の憲法を作る国民の会を結成しました。駅頭でこのビラを巻き始めています。美しい日本を子どもたちへということをキャッチフレーズにして、2016年のだから再来年参議院選挙で改憲の国民投票を行うという目標で1000万署名運動を呼びかけています。この裏が署名欄になっております。すでに自治体での改憲促進決議を挙げていくことなどを決めて、東京でも区議会では荒川区議会がすでに改憲促進決議を挙げています。しかし皆さん、国民は改憲を望んでいません。とりわけ9条については NHK の7月の世論調査でも、戦後憲法9条が果たした役割を評価しますかと、そういう問いに対して 76.5% が評価すると答えています。今日の選挙の結果がどうなろうとも戦争する国には断じてさせない、改憲の国民運動を上回る9条の会の草の根運動を強めていこうではありませんか。まずは今日の集いで浜典子さんのお話をお聞きします。浜典子さんは同志社大学教授ですが、京都ではなくこの世田谷にお住まいです。世田谷育ちであります。もっと早く私たちがお話をお聞きしたかったのですが、ようやく今日の機会を迎えました。1週間前にお父様を亡くなられて大変なところですが、今日はお話をしてくださいます。本やテレビではなくて直接鋭いアホノミクス、これを大いに楽しみに学んでいきたいと思います。私もドキドキしてます。あ、楽しくて。しっかりと学んで球場の会の初心をもう一回思い起こしながらまた取り組んでいこうではありませんか。これをもちまして開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。
それでは早速玉乃里子さんに講演をお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました玉乃里子でございます。本日はこの場にお招きいただきまして、もう本当にこれほど光栄なことはないと、思います。も今 の, あのお話の中に今この、投票日、12月14日の投票日、この、突如として選挙になった、というので、私はこ の,、この選挙に至る、にわか解散、これはヒステリー解散だったなというふうに今思って、おりました。もう物事がうまくいかなくなって、もう追い詰められたってもう嫌っていう感じで、ヒステリーを起こした、その結果がこの、選挙とこういう感じだというふうに当初から思って、おりました。で、結果はどうなるかということでありましたが、今イメージもお話の中に、とんでもない日をこの会にぶつけられたとこういうふうにおっしゃっておいででございました。その感じも確かに、ありますけれども、しかしながら、どちらかといえばですね、これはこの、我らが、やつらに対して、やつらにとかいきなりこういう言い方が出てくるのがなんでございますが、むしろこれはむしろ我らの方がやつらに対してこの日、この会をこの日にぶつけているというふうに今、思ってしかるべきところではなかろうかなとこういうふうに今、思います。まさにこれは本当にこの日に、皆様とこうやって、お目にかかることができているというのはやはり一つの典型であるというふうに思いますし、我々がどういうふうにこれから、動いていかなければいけないかとこういうことに対する示唆でもあろうかと、こんなふうに考えている次第で、ございまして、一段とこの武者震いが高まるばかりだという感じでございます。で、本日はですね、小1時間ほど私からお話をさせていただいて、30分ぐらい、質疑の時間を取らせていただきましょうということで、実行委員会の方と、合意をいたしました。なので、なるべくたくさんの、ご質問やご意見を頂戴して、こうやり取りをさせていただきたいと、そんなふうに思っている次第で、ございます。というわけで、この、本日は、経済の視点から見た憲法の価値、経済活動は人間の営みとこういうことでお話をさせていただくわけでございます。で、この、経済活動というものを対象にして、冒頭のお話の中でも、意味塾もお使いいただいた、大丈夫です、ちょっとエコーが厳しいですか。私は大丈夫ですけども、こんな感じで後ろの方まで届いておりますでしょうか。 OK ですね。はい、ありがとうございます。ということで、経済活動、人間の営みとしての経済活動と、憲法の関わりというようなところでお話をさせていただきたいと思っているわけでございますが、意味塾もこのやっぱり高岡さんの冒頭のご挨拶の中で、このかのアホノミクスとこういう言葉を、使っていただきまして、これも大変ありがたいことだなと思っております。最もごく直近のところでは、このアホノミクスのあの上にドをつけるというのが、正確なところでございますが、この意味塾もこのアホノミクスを争点に、するということで、安倍政権というか、安倍さんはこのそういうことでこの、選挙戦を戦おうということを、言っていたわけでございます。で、それは今日といいますか、皆様我々の、強い関心のテーマである、憲法問題から、人々の意識をそらせるというので、このアホノミクスの方に、ぐっと焦点を絞らんとすると、そんなこの、こう細くなる意図も、見受けられたかなとこういうふうに思いますが、その、背後にあるものは何であったのか、アホノミクスの、補佐の、ゆえんは本当のところどういうところにあるのか、その辺も、憲法との関わりも、含めながら、
ご一緒に考えていきたいというふうに、まあ、思っているわけでございます。で、まあ、こんな具合に、まあ、冒頭に言っていただいたからということもあるのでございますが、まあ、私は最近もっぱらもう何の注釈もつけずにアホノミクスとこういう言葉を、まあ、連発するように、なっております。でまあ、最初のうちはですね、このちょっといろいろ断りお断り、をつけながら、このアベノミクス、すなわちアホノミクスとか、まあ、ちょっと品が悪いけど、まあ、アホノミクスと言いたいのかとかなんとか言いながら、アホノミクスという言葉を使っていたのでございますが、もう最近は一切断り今書きなし、でアホノミクスを連発するという、まあ、ことを、まあ、励行しております。それにはちょっと実は それなりに意図がございまして、ですね、まあ、私がこんな調子で、そして願わくば皆様もこんな調子で、当たり前のようにアホノミクス、アホノミクスというふうに今言っているとですね、そのうちある日、このテレビとかラジオの、まあ、ニュース番組において、こうニュースを、読まれている、まあ、キャスターの方がですね、思わずアホノミクスというふうに言ってしまうという、その日を目指して、こうやっている、特に NHK のアナウンサーの方が、それをやってしまう、ことを、まあ、目指して、まあ、NHK のこの心あるスタッフの中には意図的に言い間違えたいと思われている方もおいでになるのではないか、まあ、思ったりして、その方たちのために、仕事をやりやすくさせてあげるということもありかなと思ってですね、まあ、このアホノミクスの、まあ、当たり前のように言うと、そのうちもともとアベノミクスだったことをみんな忘れるという、まあ、そんなところにこぎつけたいというふうに私としては思っているのでございまして、まあ、ぜひとも、本日をもってここにおいでの皆様におかれても、まあ、大いにご協力をいただければと、こういうふうに今思う次第でございます。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。そこで、まあ、この、まあ、アホノミクス問題、そして憲法との関わりを考えていくわけでございますが、そこに今、こう踏み込んでいく前の一つの、まあ、前提として、ぜひ私として皆様と共有しておきたい、問題意識がございます。それが何かというと、それがいみじくも本日の副題の方に、書かせていただきました経済活動は人間の営みというところです。ここからやっぱり話を出発させませんと、このアホノミクスのアホノミクスたるゆえんも、まあ、はっきりは、まあ、こう認識することが、まあ、できませんし、この憲法の、まあ、経済の視点から見た憲法の価値というものも、まあ、しっかりと、まあ、実感することができないなということで、この経済活動は人間の営みであるというあたりについて、まあ、ご一緒に考えるところから話を進めていきたいというふうに今思っているのでございます。で、まあ、もうまさにそこに書いている通りでございますが、経済活動というものは人間が営む、まあ、活動でございます。もっと言えば人間しか携わらない活動、それが経済活動でございます。我々人間はですね、この、まあ、世界における多くのその他の、まあ、生き物たち、とてもたくさんの、行動様式とか生態とか、まあ、そういうものを共有して、まあ、おります。喜怒哀楽があるとか、もう家族を大事にするとか、そういうようなことは、まあ、人間はもちろんそういう側面を大きく大いに持っているわけですが、まあ、お猿さんであるにせよ、まあ、犬さんも猫さんもやっぱり喜怒哀楽はあったり、そして、まあ、この家族というか、まあ、そうですね、家族、そして自分たちの種を、まあ、大切にするというようなことはあるわけでございまして、いろんな意味で人間とその他の生き物たちは多くの共通点を持っています。しかしながら、そういう状況の中において、それでも人間しかやらないこと、人間に全く固有の活動、とは何かといえば、それが経済活動、なわけでございます。お猿さんや犬さんや猫さんたちは、経済活動はやらないと、いうことで、ございます。そういう観点から考えれば、実は経済活動を営むということが、それ自体として人間が人間であることの証だとさえ言える。それほど経済活動と人間との関係は親密にして密着性の強いものであると。ここから我々の認識はスタートしないといけないというふうに思うんですね。
経済活動とは人間による人間だけの、人間のための活動であるということで、まあございます。そうである以上、そのような特性を持っているのが経済活動である以上、経済活動というものが人間を不幸にするはずはない。経済活動が営まれるということが、人権を踏みにじるというの、いうようなことは定義上絶対にありえないことであると、この辺を我々は認識の出発点とするということがものすごく重要なところだというふうに今思うのでございます。経済活動は人間を幸せにするためにある活動であると、人間を幸せにしない活動は、たとえそれが一見経済活動であるように見えていても、そのようなものを我々は経済活動であるというふうに認知してはいけないと、そういうこの関係が経済と人間の間にはあるという、ここのところを、まあ言ってみれば揺るぎないこの認識として我々が共有している必要があるんだというふうに思います。まあ、こんなふうに今申し上げますとですね、本当にそうかよと、ちょっとそれ違和感あるなというふうに思われる方も少なくなかろうかなと思います。現実問題として、我々の周りの日常を見ておりますとですね、その中においては、むしろ経済が前面に出れば出るほど人間はこの引っ込んでいく、後継に退くことを強いられていく、経済効率が、まあ、悪なく追求されればされるほど、その、まあ、経済効率を追求する、行動の犠牲となって人権が踏みにじられていく、人が人とも思われないような扱いを受けるようなことになる、そういうこの日常を我々はもう、しょっちゅう目の当たりにしているではないかと、その、まあ、今日の現実を見ればとてもこの、まあ、経済活動が人間を幸せにするためにあるものだなどというふうには言えないよと、むしろ、まあ、経済と人間というのはこの相対峙する関係、敵対する関係に、あちらを立てればこちらが立たずという関係にあるんじゃないのと、経済の経済活動の暴力から、人間を守る、経済の、まあ、凶暴性から、人権を、まあ、擁護する、そういう観点から我々はものを考える必要があるんではないかと、まあまあ、どうしてもそういうふうに思えてしまうような、日常が、まあ、我々の周りに現実として存在すると、そういうことを、まあ、非常にこの、まあ、九条の会というお集まりに、まあ、おいでになる皆様はことのほかそういう認識を、お持ちではなかろうかなという気もいたします。でそれは全くその通りな面があるのでございまして、日常的にはですね、この、まあ、経済の無理が通れば人間的な道理が引っ込むことを強いられるというようなことを、まあ、本当に目の当たりにしちゃうわけであります。しかしながら、だからといってそれが経済活動というものの本来の姿なのだというふうに我々が思ってしまえばしまうほど、本当に経済活動というのは人間をいじめるために、人間を幸せにするどころか人間をいじめるためにあるものだと、いうことがどん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 そういう方向に物事はむしろ動いていってしまう、そういうふうに我々が諦めた途端に、経済活動は本来のその姿とは似ても似つかない凶暴性を持って人間をいじめ上げるものと化け物と化していってしまう、そういうふうに、考えるべきところなんではないのかなと、まあ、思うので、まあ、ございます。でまあ、そういう観点から考えたときに、今私がある時からものすごくこの言葉は示唆的だなと思っている、まあ、一つのフレーズというか、まあ、単語があるのでございますが、これももう皆様よくご承知の言葉ですが、その言葉はこのブラック企業という言葉で、まあ、ございます。でこの言葉は私はものすごくいい言葉だと思います。非常にこの言い得て妙であり、このまあ、そこにある問題を非常にこのコンパクトに、シャープに、ビシッと指摘している、そういう意味でこのブラック企業というのは非常に味のある言葉だというふうに思っております。そう思っているのでございますが、しかしながらもうそう思いつつも、ちょっと一呼吸置いてですね、まあ、こう考えてみると、やっぱりこの言葉にも実はいい言葉なんですが、ちょっと問題があるなという気がいたします。それはなぜかと言いますとですね、ブラック企業という言い方をしてしまいますと、そのことが取りも直さず
そのような、まあ、ブラックな行動、それこそ人を人とも思わぬような、従業員を牛馬のごとくとてつもない環境の中でこき使うとか、下請けいじめをやるとか、お客さんに対してとんでもないこの、まあ、不正行為をやって平気の閉鎖というような、まあ、動き方をしている集団、そういう組織をまたブラック企業というと、そのような組織もまた企業であるということを要は認めちゃっていることに、まあ、なりますよね。ブラック企業と言っている以上、そういうブラックなやつがもうまた企業だっていうふうに、まあ、言ってみれば、この裏口から認めちゃっているとこういうことに今、なると思うのでございます。ここに実はちょっと問題があると思うんですね。と申しますのも、要するに企業経営というのは、まあ、経済活動の中でも非常に、主要な位置づけを占めている、まあ活動でございます。で、まあ、企業経営というのが、まあ、経済活動の、まあ、主要な部分を形成していて、そして経済活動というのは人間による人間のための人間だけが行う活動であり、経済活動はしたがって人間を幸せにするためにある。その人間を幸せにするために今ある経済活動の根幹部分を、こう形成している企業経営というものが、この人に対してブラックな扱いをするはずはそもそもないわけでございます。したがってブラック企業という言い方をすることには、まあ、ある意味では定義矛盾があるというふうに思うところであります。したがって、まあ、あいつらブラック企業だというふうに言うのはちょっと正しくなくて、正しい言い方は何かというと、それはすなわちあいつらブラックといったところで止めておくと、いうことで、それがこの正しい企業経営というものに関する認識、経済活動というものに関する正しい認識なんだというふうに今思います。決して微塵も、かりそめにも人間を不幸にする、人権を、まあ、ないがしろにする、人間にとんでもないこの、まあ窮地に追い込んでいく、そのような側面を多少とも持っているものを我々は断じて経済活動であると認知しないという、そういうこの、認識がこの世の中に広く、まあ、広がっていけば、このそれこそアホノミクスなどというものが、まあもうほんのちょっとでも通用するような余地は、まあ、皆無になっていくはずで、まあ、ございますし、この憲法の中において認められている基本的人権、生存権、というものを多少とも犯すようなこの、まあ、行為が、許されるような方向に向かって道が広がっていくはずはないわけでございまして、この経済活動は人間の営みであるというところから我々の意識が決して、まあ、片時もそれてはいけないというふうに今思うのでございます。まあ、ということでございますが、じゃあそういうこの人間の営みとしての、経済活動、人間を幸せにするための、まあ、経済活動、人権を踏みにじるところか、人権の礎たるために存在する経済活動というものを、まあが実現されていく、日々の日常の中でも間違いなく経済活動がそのようなこの、性格を持つことを保障するためにはどういう条件が満たされていなければいけないかと、この辺を、まあ、ちょっと目を向けていきたいと思うんですが、そのようなこの然るべき、あるべき、本来、そうであるべき経済活動の姿はこういう条件を満たしているものであるということを、実にこの、まあ、さらっと、まあ、非常にまとまった表現で、まあ、示してくれている、この先人の歴史上のある人物のある言葉がございます。要は経済活動ってこれだよなというふうに、私が非常にこの、まあ、最近思うに至っている、まあこの古典的なこの名言がございます。これを申し上げると皆さんもう確実に間違いなくご存知の言葉でございますが、この言葉を発した人は誰かというとですね、これが、まあ、かの、中国が生んだ、まあ、偉大なるこう、哲学者、思想家の、まあ、かの孔子大先生でございます。で、孔子の、まあ、孔子の言葉にはもちろんいろんなのがありますが、これもこう申し上げれば皆さんすぐご承知の言葉ですが、こういうのがございます。すなわち己が欲するところに従えども、のりを越えず、
という言葉ですね。己が欲するところに従う、要はこの自分の思い通りにやると、もう好き勝手をやるということですね。己が自分が欲するところに従うということで、自分の、思いを、鉄頭鉄尾、実現していく、自分の夢を叶えるために邁進すると、己が欲するところに従う、もうやりたいようにやると、ということですが、己が欲するところに従え、どうも乗りを越えずということですね。で、この場合のこの乗りという言葉が何を意味しているか、というとですね、このそれはすなわちこの、社会規範とか、行動原理とか、倫理観とか、そういうふうに言ってもよろしいと思います。節度とか真っ当さとか、そういう言い方をしてもいいというふうに思います。それこそ、この、人の人権を踏みにじるというようなことはしない、人様に迷惑をかけるというようなことはしない、しっかりこの、社会的なルールというものを、見識を持って、守っていく、そういうようなことを考えるときにこの乗りという言葉を使うのでございますが、したがってこの己が欲するところに従えども乗りを越えずという言い方はですね、要するに本当にこの思い通りのこと、自分がやりたいことを徹頭徹尾今追求していく、いわば自分の欲を、欲望を満たすものが欲するところでありますから、自分の欲望を満たすためにこの邁進するされど乗りを越えず、人を踏みにじ、人の人権を踏みにじったりとか、人を痛めつけたりとか、この世の中に甚だしい迷惑をかけるとか、この混乱をきたすとか、そういうようなことはしない、やりたいようにやっているんだけれども、しかしながらそれと同時にこの社会規範はきちんと守っているという、このいわば黄金バランスといいますかね、やりたいことをやるということと人間としてまっとうなことをちゃんと貫くという、やりたい放題やってるのに自分人間としてのまっとうさを貫けているという、この絶妙なバランスをこの達成できたときに、それが人間としての悟りの境地であるというふうに、孔子は論語の中で言っている、ご承知の通りでございます。大体この70、70歳になると、この己が欲するところに従えども乗りを越えずというこの悟りの境地に達するんだというふうに孔子大先生は言っております。このお部屋の中にもそういう意味では、その悟りの境地に達している方が相当に多いという、雰囲気を、感じるところでございますが、私は意味軸もこの経済活動、人間の営みであり、人間を決して不幸にするはずがない経済活動というのはまさにこれだと思うんですね。この己が欲するところに従いども乗りを越えずと、経済活動というのは多分にその欲望を達成するために頑張るという側面があるわけですよね。もっと金持ちになりたいとか、もっと成功したいとか、もっと事業を大きくしたいとか、そういう我欲を追求するために突っ走るという側面が経済活動には確かにあるんですが、しかしながらされども乗りを越えず、人の人権を踏みにじったりは決してしない、これぞまさに経済活動というものの奥義と言いますか、そのあるべき姿なんだというふうに思うところで、その条件を満たしているか満たしていないか、ということで我々は人々の、一連の活動が、我々の周りで行われていることが経済活動という名前に値するものかどうかを測っていく必要がある、そんなふうに考えるのでございます。ここまでお話をしてまいりますと、すでにしてお気づきの皆様も、少なくなかろうと思いますが、私がなんでこういう具合に何回も何回も乗りを越えずという言い方をしておるかということでございますが、この己が欲するところに従えども乗りを越えずの乗りという字はどういう漢字を書くか、というと、これはすなわち、野辺に巨人の巨、浜乗り子の乗りでございます。で、かくして誰も乗り子を越えられないという、これを言いたいがためにこの話でしているわけでは決してないのでございますが、非常にそういう意味ではこの漢字が持っている意味を改めて私はこう、重く受け止めなければいけないなと、こういうふうに思っている次第、でございます。まさにこの、乗りを越えずと、己が欲するところに従う、
だけど、ね、本当に今奔放にのびのびと自由にやってるんだけど、決してこの、まあこう人を痛めつけるというようなことがない。そこにその、まあ、本当にこの素晴らしい豊かさ、みずみずしさ、その活動の主役である人間の人間性がにじみ出た経済活動というものの姿がある。まあ、そういうふうに考えてしかるべきところであると、まあ、思うわけでございます。というわけで、まあ、経済活動は人間の営みであるということを、まあこう改めて、まあ、皆さんと認識を共有したかったわけでございますが、そこで、まあ、この話を、まあ、憲法というテーマと結びつけたときにどういうことが言えるかということなんですが、実はですね、私はがものすごくびっくりしたことが一つある体験をしたんでございますが、それは何かというと、皆様もここにおいでの皆様の多くは、ご覧になっているんじゃないかと思いますけど、ビッグイシューというこの雑誌がございますよね。ホームレスの人たちのために、ホームレスの人たちが、この、まあ、路上で販売をしている、まあ、路上雑誌でございますが、でそこに私も、あれは隔週で出ている雑誌ですが、私も、まあストリートエコノミクスというこの小さなコラムをもう随分、これで百数十回になってまいりましたかね、ずっと書かせていただいておりますが、そのビッグイシューの11周年記念版というのが今年の9月の9月1日版だったかなと思いますが、そこで、まあ、私にも声をかけていただいて、私と皆さん、これも、まあ、おそらく皆さん、球場の会の皆様は、よくご存知の方だと思いますが、青井美穂さんという憲法学者がおいでになりますよね。非常にこの、まあ気鋭のものすごくしっかりした憲法観を持っている、学者でございますが、その彼女と私で対談をいたしました。まあ、その憲法について、どう考えるかということで、でその話をしている。でその中でも私は、この経済活動は人間の営みであるというようなことを、まあ、話していたんですが、その中でそれは青井さんの全くこう問わず語りにですね、この、まあ、人間には、あるいはことのほか政治家たち、あるいは権力者には守るべき祈りというものがある、それが、まあ、当たり前のことであるというふうに思う。そしてその彼らが、権力者がこの守るべき、そこから外れてはならない祈りというものを語っているのが憲法だというふうに自分は思うとおっしゃったんですね。これは別に問わず語りですよ。私がその祈りという字はとかいうような話をした後にそれが出てきたのではなくて、もう本当にこの読んでいただくと分かりますけれども、対談の冒頭の方でこの青井さんが、まあ、祈りという言葉を使って、この憲法というものの、性格、位置づけを、お話ししてくださいましたので、私は本当にびっくりしましたし、とてももう感動いたしましたし、でそこからもう本当にその青井さんがそういう言葉を使ってくださったので、実はこの祈りはとか言って今の話を、まあ、私が始めたのでございますが、私がそのこと何も言わない時に、その、こう今日、まあ、最も信頼していいのではないかと思われる、憲法学者の口からこの祈りという言葉が憲法というものの、位置づけとの関わりで出てきたということで、まあ、非常に心強い思いをいたしました。まさにこの人間が人間である、それこそ経済活動が経済活動であるために超えてはならない祈りというものがあるとすれば、この権力者というものが、まあ、権力者というのは結局のところこの、まあ人々に今、尽くすためにあるとこういうことだと思います。この辺のことはこれから、まあ、お話ししてまいりますが、この権力者が権力者のとしての位置づけにあることを許されるために超えてはならない祈りというものが書き込まれている、それが憲法であるというふうな、ことを、まあ、言って間違いないんだなと、こういう認識をその青井さんとの、まあ、対談の中で私も非常に今、持ちました。そういうことが書き込まれているものが憲法である。でその憲法というものを、この、まあ権力者が超えてはならないノリをこう設定している憲法というものを、時の権力者が、自分たちの都合に従って変えようとするという、
このこと自体がもうすでにして政治家、としてのノリを、超えている、ノリを犯しているということだというふうにもう間違いなく言えるであろうと、思うわけでございます。そしてさらに言えばですね、このではこの権力とか国家とか政治とかいうものが絶対に犯してはいけない、絶対に今それに基づくようなことを言ったりやったりしてはいけないノリとは何かといえば、それは平和を崩すことである、戦争を起こすことである、そういうことであるに違いないというふうに思います。最も犯さるべからざる、犯すべからざるノリとは平和を守るということであるという、そういうことだと思います。従いまして、この9条のあの文言を内包している日本国憲法というのは、そういう観点から考えても一語一句も変えてはいけないと、句読点に至るまで変えてはいけないものであるというふうに今おのずと思われてくるわけでございます。そういうものとして日本国憲法というのがあるんだということを、我々はまずは認識をする必要があるというふうに今思います。物が欲するところに従えどもノリを超えずというのは、実はこの、人々の間の、経済活動がまさにそうですけれども、国と国、国民と国民との関係においてもそのようなお付き合いを、みんなでしていれば、決してそこで、悲惨な、事態に立ち至るというようなことはない、そういうこの、大きなそれこそ規範だということも言えるのだと思うわけでございます。そういうものとして日本国憲法というものが、あるということが、認識できたなとつくづく、思うところでございます。でそれがこの、日本国憲法、そして経済活動というものの、あり方に関わって、我々が、持つべき認識ではないのかというふうに思うのでございますが、じゃあその、あるべき姿、持つべき認識との関わりで、この、アホノミクス一派がやっていることは一体いかなることであるかということについて、ちょっと、考えるところに話の焦点を移していきたいというふうに今思います。そういうことを、つくづく、あれこれ考えていく中で、最近、本当に今私が、つくづく、感じることが、ございますが、それは何かというとですね、この、今の、安倍政権、残念ながらこの選挙の、まだ分かりませんけれども、結果として安倍政権がなくなることは、なさそうでございます、けれども、この、安倍政権がとりわけそうですが、安倍政権だけでは必ずしもないんですが、今要するにですね、この、結構世界中で、しかしながら、ことのほかこの日本において、政治家たちをこの襲っているなかなか厄介な、この流行り病があるというふうに今思います。流行り病というとですね、我々は今ですとやっぱすぐエボラ出血熱とか、ちょっと前はデング熱とかもありましたが、それを思い出してしまいますが、このエボラ出血熱に勝るとも劣らず、この恐ろしい、この特性を持った一つの病が、この今の日本の政治家たち、もちろん現政権をということですが、他も含めて犯しているというふうに思います。その、厄介なる流行り病に名前をつけるとすれば、その名前は何となるかというと、それはすなわち取り戻したがり病と、いうことに今なると思います。過去に自分たちが持っていた、しかし今失ってしまったものを取り戻したいという、そういうこの、取り戻したがり病の熱に浮かされている、そういう状況が結構世の中いろんなところで見受けられると、思います。世界で言えば、例えば、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、ロシア帝国を取り戻したがっているように、見えるわけでございますが、その点でいけばですね、結論的に言ってしまえば、この安倍政権が取り戻したがっているものは、要は大日本帝国であるということになるのだと思います。大日本帝国を取り戻すことに向けて富国強兵路線を、突っ走り、アホノミクスで富国を実現し、そして憲法改正をもって強兵を実現する、
そのことによって大日本帝国を、まあ、取り戻すところに、まあ、向かって進んでいく、そういうこの、まあ、認識の体系の中で彼らは動いているんだというふうに今思うところでございます。この取り戻したがり病という病気の、まあ、熱に浮かされますとですね、他のことは何も見えなくなる。それこそどんなにこの人権を踏みにじっていっても、どんなにこの格差拡大が、まあ、目に余る状況になっていっても、どんなにこの豊かな日本のただ中に貧困問題が発生するというような状況が出現してきても、そんなものは目に入らない。取り戻したがり病の熱に浮かされた目には、ただひたすら大日本帝国がこの再現された姿しか見えていないという、まあ、そういう状態に彼らはなっているというふうに思いますね。で、まあ、イメージも、まあ、その他に、まあ、結構今のグローバルな経済社会の中でそういう取り戻したがり熱にこう浮かされちゃっている傾向というのは結構あると思うんですが、そしてまあそれにはそれなりの理由があると思います。まあ、ただその辺はちょっとあんまり突っ込んでいくと本日はまあ時間がなくなってしまいますが、からまあことのほか取り戻したがり病の病が重い、こう安倍政権というものに焦点を当てていきたいと思いますが、まあ相当にこの、まあ、この病が彼らにおいては重いと思います。もう重篤であるとこういうふうに言ってもいいんじゃないかと思います。重篤だっていうことはそのうちすぐ死ぬということでありますのでまあそれはそれでいいかなとまあ思ったりするんでありますが、まあ、非常に重いですね。というのもそもそもこの、まあ、ご記憶にあろうかと思いますが、この安倍政権が、まあ、誕生した当初、安倍政権 の当初の政権公約の主たるこのスローガンといいますかキャッチフレーズが何だったかというと、それがすなわち日本を取り戻すという言葉であったわけでございまして、もう打ち出しているこう旗差し物に取り戻すというのが出てきている。それだけこの取り戻したがり病が重症だというわけでございます。で、まあ、じゃあ実際にどんな日本を取り戻そうとしているのか、まあ、このどういう脈絡の中で何を取り戻すことを目指しているのか、それが、まあ、このその後の彼らの、まあ、言動の中で、だんだん分かってきたなというふうに私としては思います。一つの大きな、まあこうヒントになったといいますか、なるほどと思ったのが、この今年2014年もう間もなく終わるわけですが、2014年の、まあ安倍首相の、まあ、総理年頭書簡というのがございました。この年頭書簡というやつは、まあ、恒例に従って総理大臣がこの年頭において、ある年の年頭において、国民にご挨拶を新年のご挨拶をするという文書でございますが、その、まあ今年も総理年頭書簡というのがありまして、その中にこの取り戻すという言葉が出てきております。でちなみに今年の総理年頭書簡はですね、文字数を数えてみると、まあ、ざっと1700文字ということで、まあ、ございまして、まあ、そんなに長いものではございません。まあ、この新年のご挨拶ですから、もちろんその延々とは、まあ、いかないんですが、まあ、1700文字ぐらいでございまして、これをこの安倍さんが声に出して、喋られる、話すということになると、まあ、おそらく8分30秒ぐらいの長さになると、まあ、思います。これはちょっと動画を見たりしていろいろこの彼の話すペースをちょっと確認して計算したので、そんなに大きく外れてはいないと思います。あんまりその安倍さんの動画とか見たくないんですけれども、まあ、これは敵情視察という意味でやむを得ず我慢をして、調査をいたしましたところ、1700文字なら一応、まあ、8分30秒ぐらいだと思います。でその、まあ、8分30秒、ぐらいの、まあ、いわばスピーチの中にこの取り戻すという言葉が3回出てまいりました。でこの8分ちょいの中で3回取り戻すという言葉を発するという、この同じペースで仮に安倍さんが1時間全くそれと同じペースで喋ったとすれば、彼は取り戻すという言葉を21回この1時間の中で発するということになる、まあ、そういう計算になります。相当なる瞬間風速を持って取り戻すを連発したということであるわけですが、じゃあ何を取り戻すというふうに、その3回出てくる取り戻すは何を取り戻すと言っていたかというと、まずその1は、強い日本を取り戻す、そしてその2が強い経済を取り戻す、そしてその3が誇りある日本を取り戻すと、
こういう、こう脈絡で話が進行しておりました。まあこういうふうに並んでくると、まあなるほどねというのに結構よく分かってきますね。要は最終的な目標は、この強い日本を取り戻す、強さ力、というものに、この取り戻したいものの焦点があると。そしてじゃあどうやって強い日本を取り戻すかというと、それは強い経済を取り戻す、ここがホノミクスの部分であるということでございまして、そして強い経済を取り戻すことを通じて強い日本を取り戻すことができたとき、そこに誇りある日本が取り戻せていると、まあ、こういう脈絡で彼らは考えているんだなと、いうことが、まあ、非常にこう、まあ、よく分かりました。この構図とこの斧が欲するところに従いども乗りを越えずというのとは随分遠いなと、いうことを、まあ、つくづく、まあ、感じます。この取り戻したがり病の中ではもう乗りなぞはどうでもいいという感じになっているんだと、強さと力だと、強さと力にこの誇りの、まあ、源泉があるという誇り高きもの、それはすなわち強いものなりという非常にこの凶暴な、まあ、幼児的凶暴性と言ってもいいかと思いますけれども、まあ、子供っぽいこの、まあ、誇りとかそういうものに対する実に幼児的な、まあ、そして凶暴な、認識を持っているということが、まあ、非常にそこで確認をされました。でそれが、まあ、今年の年頭所感だったのでございますが、その後またいろんな新しい、まあ、いろんな新しいとかいろんな文書が次々と、まあ政府から出てまいりましたが、その中に一つ、今年の6月末、に、まあ、閣議決定を経たということで公表をされました文書がございました。それはどういうタイトルだったかというと、それはすなわち日本再興戦略、再興は再び起こす、再興戦略の2014年版というやつでございまして、まあ、それが、去年、出てきた成長戦略というやつを、まあ、さらに肉付けしてアップデートしたバージョンというやつですが、この日本再興戦略という文書、の中にもこの取り戻すというモチーフがこのかなりドーンと前面に出てきております。で、まあ、この場合にはこの日本再興戦略という文書の中ではですね、この取り戻すという言葉がもう一つの別のこのキーワード、彼らにとってのキーワードと結びついた形で登場しておりました。でそのもう一つの、まあ、キーワードというのは何かというと、それはすなわち日本の稼ぐ力という言葉です。日本の稼ぐ力を取り戻すという形でこの取り戻す論がその日本再興、日本再興戦略の中に出てまいりました。稼ぐ力を取り戻そうというわけで、この稼ぐ力というこの言い方がまた何とも品が悪くてですね、もう身も蓋もねえなっていう感じでございますが、まあこれは最も言葉の好みの問題ですから、まあ、あんまりとやかく言ってもしょうがないのかもしれませんが、まあ、要するに強い経済っていうのは稼げる経済っていう、まあ、そういうふうな脈絡で考えているのだろうと思います。ともかくもう稼ぐ力を取り戻すんだということで、まあ、今に見ておれ、この日本のこの稼ぐ力をみたいな感じなんですが、まあ、そのこと自体も非常にこのそのギラついた感じがですね、実にやっぱり怖いなというふうに今思います。強い経済というのを稼ぐ力のある経済というふうにしかイメージすることができないと、まあ、そういうところからはやっぱりもう格差のことなどはどうでもいいと、稼げさえすればいいのであると、これはまさにこの人間を幸せにするためにあるはずの経済活動という認識と全く正反対の位置づけに今経済というものを持っていってしまっている認識だというふうに思いますが、そういうことで、まあ、日本の稼ぐ力を取り戻すというふうに言っている、そこにまた根源的な大きな問題を感じるんですが、問題はそれだけではないんですね。この日本の稼ぐ力を取り戻すというモチーフを提示する中で、彼らが同時にこう達成しようとしている一つの野望があると、そういうふうに私には非常に、まあ思えるのでございます。もう一つ別の魂胆があるなと、稼ぐ力ということに引っ掛けを取り戻すということに引っ掛けてやろうとしているもう一つの別のことがあるというふうに今私は思いました。それは何かというと、それは要するに日本という国民国家において国民と国家の関係を逆転させようというこの、まあ目論みでございます。
ということです。まあ、何を言いたいかというとですね、まあ、要するにこの、まあ、まず国民国家というのはどういう存在であるか、それこそこの海苔を越えない国家というものが何であるかということにつながってきますが、国民国家というのは、まあ、今日的な近代的、そして民主主義的な国民国家においては国家というものは基本的に国民に奉仕するためにあるというのが真っ当な位置づけでございますよね。これはそう、ご異論のある方はお見てにならないというふうに思います。国家というのは要するに国民を唯一にして最大の、顧客とするサービス事業者、それが国家というものの国民に対する関係であるということでございます。公共サービスという名の、サービスを、国民というこの顧客に対して、最高のレベルで、提供し続けていく、それがこの国民国家における国家というものの責務で、そのように近代的民主主義的国家においてはそういうこの約束になっているはずでございます。そして国民の側はですね、そのようなサービス事業者、サービスプロバイダーとしての責務を履行してくれるということを前提に国家機構を養うために税金を払うと、こういう関係になっている。これが国民国家における、この国民と国家の間の契約関係であるというふうに今思うのでございます。国家は国民のためにあるということなんですが、この関係をこの稼ぐ力、日本の稼ぐ力を取り戻すというモチーフの中で逆転させていこうとしている、そういうこの、まあ、魂胆がどうしても私には見えてしまうのでございます。と申しますのも、あの日本最高戦略という文書の中でその日本の稼ぐ力を取り戻すというくだりでどんなことが言われているか、というとですね、まあ、例えばこういう感じでございます、まあ、要は、この日本の稼ぐ力を取り戻さなければいけないのであると。で、そして、この日本の稼ぐ力を取り戻すというこのテーマを、この企業経営者をはじめとして国民一人一人が、国民一人一人という言葉も、まあ、なかなかこの文章の中にはたくさん出てくるんですが、この国民一人一人がこの日本の稼ぐ力を取り戻すというテーマを自分の問題として受け止めて、国民一人がそれぞれに、この個別的に、まあ、経済成長力の強化、生産性の向上、国際競争力の、まあ、をかさ上げする、そういったことに対して国民一人一人が自分の問題として取り組んでもらわないと困ると、もうさもなくば明日はないと思えというようなことが書いてあるので、まあ、ございます。政府がいかなりいかにこの環境を整えようとも国民一人一人が自分の問題としてこの日本の稼ぐ力を取り戻すということを受け止めて、この、まあ、頑張ってもらわないとダメなのであるとそういうことがざーっとこうずっと書いてあるわけで、まあ、ございます。この日本最高戦略という文書は政策文書でございます。閣議決定まで経て出てきているわけですから、これはこの政府というものがどういう政策をどのような、まあ、認識のもとに、まあ、展開していくのかと、それこそ国民のために国家は何をどうしようとしているかということを書いてあるのが政策文書というものの位置づけであるはずなのでございますが、この日本最高戦略という閣議決定を得た文書の中には政策をどうするということが非常に限りなくほとんど書いてないに等しいんですね。自分たちはどのような形でサービス事業者たる我々は、お客様である皆さん国民のためにどんなサービスを新たに提供しようとしておるのでございますとかいうことが書いてあるのではなくて、あんたら国民が、日本の稼ぐ力を取り戻すためにこのああせいこうせいと、いうことが書いてある。強い日本を取り戻すためにあんたら国民が、何を目指して頑張らなければいけないかっていうことばっかりが書いてあるのでございます。国民一人一人がもう頑張らなければいけないと、これはこの、まあ、国民一人一人総員奮励努力せよと、
いうふうに言っているわけでございます。さすがに奮励努力制度は書いてないんですけども、だけどもその国民一人一人とかですね、稼ぐ力を取り戻すのは全部あなたなんかの問題としてとかいう言い方の背後からですね、もう本当にこの、まあこう透明のインクで書いてあるがごとく、この奮励努力とか総員とかいう文字がうわーっと浮かび出てくるような感じがものすごくしてしまう、そのような文書が、まあ公然とこう公表をされているわけで、まあ、ございます。そういうところに今彼らの狙いがあるんだと、いうことが、まあ、改めて、非常に認識されたところでございますね。で、まあ、そこがこの基本になっているようでございますが、まあ、その中で、特にそうですね、この日本最高戦略の中でも非常にこの打ち出されてましたし、この解散前の臨時国会で、2つの柱だというので、彼らが打ち出していたのがこの地方創生というのと、この女性活躍推進と、いうことでございました。この2つにおいてもやっぱりこの、まあ、稼ぐ力を取り戻すそのための総員奮励努力というこの枠組みの中に位置づけられているものだということを非常に強く感じます。地方創生という話の中ではですね、やっぱりその最高戦略の中にもそのテーマがありますが、やっぱりそこで書かれていることはですね、まあ、あんたらが頑張らなきゃダメよっていうことがやっぱり書いてあるわけで、まあ、どういうふうに地方は頑張るべきだかといえば、もうその地方はそれぞれみんなもう観光立国で行きなさいと、もう観光資源をもっともっとそれこそ奮励努力して、開発してですね、元気になりなさいよっていうことが書いてあるんですね。で、じゃあどういう形でこの、まあ、観光資源を、まあ、生かすかというとですね、そこがまた古っと面白い言い方が配備してあるんですが、このストーリー性とテーマ性を持った、観光資源の開発に改めて取り組めということが書いてあるんですね。ストーリー性とテーマ性を追求せよ、まあ、要は地方はみんなテーマパークになるというふうに言っているということでありますね。ふるさと創生ワンダーランドと、地方創生か、地方創生ワンダーランドっていう感じですが、まあ、みんなワンダーランドになりなさいと、で、お国のためにワンダーランドになりなさいよという感じでございます。まあ、そういうことで、それもやっぱりその自分たちがこの地域の痛みを解消していくために、地域の活力を、まあ、蘇らせるために政策がどのようなサービスを提供しようとしているかというようなことは書いてない。あんたらがテーマパークになれということしか書いてないということでございます。で、まあ、このかの女性活躍推進に至ってはもっと、その辺が露骨でございますね。で、まあ、女性活躍推進法案、今後どういう扱いにするつもりなのか分かりませんが、臨時国会に一応出てたやつの文章文言を読んでみると、もう何のためにそういうことを言ってるのかっていうのものすごくよく分かります。あの法案の、まあ、中にで、なぜ女性の活躍を推進しなければいけないのか、なぜ女性たちに輝いてほしいと考えるのかっていうことがこう語られているところをこう一生懸命拾っていくと、非常によくわかります。なぜ女性の活躍推進なのかというと、要するにそれは日本経済の成長力を底上げするためと、いうことであり、この今まで十分に利用していなかった未利用資源、としての、まあ、女性の力というものを、この動員することによって日本経済の、まあ成長力を、まあ新たに今強化すると、生産性の向上、競争力の強化、そういうことのために今まで十分に使ってなかった、未利用資源を大いに使う、そのためにこの活躍推進という枠組みが必要なのであると、いうことでございまして、要はこの輝きという名のもとで、女性たちを、日本の成長力強化のために徹底的にこき使おうという、こうそういう、まあ発想でございますよね。で、そういうこの、まあそういう動員にこう応じて頑張ってくれるような女性たちだけが輝いてもらえばいいと、いう、まあ、そういうふうな脈絡で、あの女性活躍推進法案というのは出来上がっております。その中のどこにも、女性の人権が、よりよくこの保全されるように、性差別が日本からなくなるように、
この地方議会で、女性が何か言うととてつもなくえげつなく野蛮なヤジが飛ぶとか、そういうことを恥じてそういうことがないような、このまあそれこそ先進国らしいまともな、この状態をこう、まあこう実現するために、こう当たり前のこう、まあ、女性の、まあ、生きる権利、自己展開をする権利が守られていない、まあ、実現されていない事態を何とかしなきゃいけないという危機意識というようなものはあの法案の中のどこにも出てきていない、もっぱらこれは、この国家のために今女子国民を、まあ、動員するためにもう、まあ、活躍推進をやるんだというそういうこの、まあ、やつでございまして、まあ、地方創生ワンダーランドの一方においては、まあ、女性輝きブラックランドというものをこう、まあ、創設しようというふうに考えているかと、まあ、そんな感じで、まあ、ございます。まあ、この辺でこう今から申し上げることはもう皆さんなどすでに相当世の中に今広まっていることですから、まあ、ご存知だろうと思いますが、まあ、女性輝きと女性が輝くというので、輝くというのは英語で言えばシャインという言葉ですね、シャイン SHINE、というスペリングでそれをシャインというふうに読むわけでありますが、これをそのまま日本語的ローマ字的に読めばどうなるかというとこれはシーネということになるわけで、まあ、ございますので、まあ、女性活躍推進法案というのは要するに、まあ、女性に死ぬまで働けというふうにお国のためにと言っている、ものであると、まあ、そういうような女性、まあ動員法案であるとこういうふうにやると思います、まあ、ことほどさようにこの、まあ安倍政権の下で行われているということは、まあ国家のために国民を総動員するその中で、まあ、国強兵を実現し、そして大日本帝国を取り戻すところに到達しようとするというこの、まあ、取り戻したがり病に今侵された人々のそういう思い、がこの、まあ前面にだんだんひたひたと前面に出てきつつあるということで、まあ、ございまして、まあ今度それこそ選挙の結果の遺憾にかかわらずそういうことを、まあほんの少しでも、彼らのこのとてつもとんでもない、おぞましき野望が、まあ、前進するようなことにならないように今、我々は、まあ、していかなければいけないということなんだと思いますがそれを考えるにあたって、まあ、一つ、まあ指針としていいかなというふうに思う、もう一つのフレーズがございます。先ほどはこの孔子大先生の、おのがをするところに従えても乗りを越えずというのを、まあ、申し上げたんですが、もう一つこの、まあ、取り戻したがり病のやつらと、まあをこう、まあまあ、桁をしていくにあたって、まあ、力になるかなと思うもう一つのフレーズをご紹介するのを、まあ、最後の一言に、したいとそうするとちょうど1時間になるかなと、まあ、思っているのでございますが、そのフレーズは先ほどのは、まあ、孔子の論語から取ったやつですが今から申し上げようとしているのは実は、キリスト教の聖書の中の言葉でございます。私はカトリック信者なので、まあ、聖書も結構まあ、読みます、まあ、もうちょっとちゃんと読んだ方がいいんですが、読みますがこの聖書の、聖書にはご承知の通りだと思いますが旧約聖書と新約聖書というのがありまして、まあ新約聖書はイエス・キリストが登場してからの話でありますがこの旧約聖書の、まあ、中にですね詩編というセクションがございます。詩編の詩は、このポエトリーのポエムの詩ですね、詩を集めたセクションというのがあって、まあ、これは神を讃える歌、天国に天国を、まあ賛美する歌そういうやつが集まっているセクションでございますが、その中に、まあ、いろんなのがあるんですけれどもその中にこういうフレーズがございます、すなわち、慈しみと誠は巡り合い正義と平和は抱き合うというフレーズでございます。慈しみと誠は巡り合い正義と平和は抱き合うと、まあこれはこの神の国とはそういう場所だっていう、こう、まあ、雰囲気で、言われていることでございます。慈しみと誠は巡り合い正義と平和は抱き合う
綺麗な言葉だなと、うん、なるほどねというふうに、さらっと読んでしまえばそういうふうに、読めるんでございますが、実はこの、まあもうちょっとこう考えてみるとですね、なかなかこの現実の世の中においては、慈しみと誠が巡り合うということはそう簡単なことではない、正義と平和が抱き合うということもことのほか、そう簡単なことではない、まあ我々の現実の日常の中においてはですね、どちらかというと慈しみと誠は巡り合うのではなくてすれ違う、のであって、で正義と平和は抱き合うのではなくていがみ合うと、いうのがむしろ現実ではないかという気がいたします。この、まあ、自分の誠を貫こうと、ただそれで凝り固まっている人が、自分以外の人の誠に対して慈しみを持つということがどれぐらいできるか、自分がの信念を貫くと、いうことだけを考えている人が、人に対して、まあ、人の思いをおもんばかるとか、人の、まあ、状況を慈しむとか、人の、この、まあ誠というものに多少とも理解を示すというのは実はとても難しいことだというふうに思います。いわんや正義と平和が抱き合うというのは実に難しいですね。こう人間において正義と正義がぶつかり合うと、そこに現出するのは何かといえばそれは平和ではなくて戦争ですよね。こう人を思い込み激しい自分の正義を追求している人同士がぶつかり合えば、そこには必ずいがみ合い、必ず衝突が生じてくるわけでございます。でそのことを長きにわたって我々にて、この典型的な形で指し示し続けてくれているのがイスラエルと、パレスチナの人々の姿ですよ。お互いに強い自分の正義を持っている者同士がいがみ合う中で、この平和と全く程遠い状況が現実してしまうということになっているわけでございますし、まあ、今、このISIS、イスラム国などという、得体の知れないものが出てきている彼らの、正義は、その他の人々の正義と全く抱き合う余地がないと、いうものになってしまっているわけでございます。ということで、まあ、だからこそ天の国において初めて正義と平和が抱き合うということなんだろうと思いますが、でもこの地上の我々の世界においても、この正義と平和をいかに抱き合わせるか、ということがこの、まあ常に我々に対して問われているところだと思います。でこの日本国憲法不戦の誓いをこのベースにしている日本国憲法9条というもの、そしてその全文の中に語られている心意気というのはですね、まさにこの、慈しみと誠が巡り合い正義と平和が抱き合うという世界を日本国民は目指すんだということがそこに書かれているというふうに思うのでございます。諸国民との協和を日本人は目指す。協和の協和、協力の協和、協和の和は平和の和ですが、諸国民との協和を目指すんだって言っていることはまさにこの正義と平和を抱き合わせると、慈しみと誠を、まあ、巡り合わせるということを高らかに声高に宣言しているというふうに言って、まあ、間違いないところだというふうに今思うのでございます。このようなこの、まあこうまさに祈りを掲げている、こんな素晴らしい状況を、我々は、まあ、今持っているわけでございますので、これを、まあ断じて、まあ、守り抜かなければいけない、そういうことだと思います。集団的自衛権はいらない、必要なのは集団的不戦の誓いであるというふうに今思うところでございます。諸国共兵はいらない、必要なのは諸国共生であるということであると思いますので、まあ本当にこの今日というこの投票日において、これだけの皆さんがやっぱり球場を守るということでお集まりになられている、このまあ光景ほど心強いものはないわけでまあございますので、まあぜひともこのまあまあ一つそうですね、これが最後のお願いになりますが、こういうこのアホノミクス的なるやから、ついにやからになってきましたが、をまあやっつけていくために我々がまあいろんな認識の共有をお願いしたんですが、一つ、まあ一つの言葉として我々がまあ共有したらいいと思う言葉がございます。
その言葉は何かというと、それは陰謀でございます。希望のための陰謀、平和のための陰謀ですね。我々はそういう意味でのこの、まあ、陰謀集団と化す必要があるというふうに思うんですね。陰謀チームですね。まあ、人間というのはですね、陰謀を企てている時ほど楽しいことはないですよね。あいつらをどうやっつけてやるかということを、まあ、考えながら居酒屋の片隅などであれこれと企みを、まあ、練っている。その時ほど知恵がふつふつと湧いてくることはありませんし、アドレナリンもよく出て、エネルギーのレベルも非常に高いということで、まあ、我々は希望のための陰謀集団としてこれから一段と、まあこうエネルギッシュに今頑張っていく、その、まあ、陰謀チームがここで結成されたということを、まあ、認識しつつ、ちょうど1時間の時間が、まあ、経過をいたしましたので、ひとまずここで私のお話は終わらせていただきたいと思います。どうもお付き合いありがとうございました。ここで世田谷区長保坂智子さんのご挨拶をいただきます。お願いいたします。皆さんこんにちは。今日はあの、一市民一区民として、浜さんの、お話をですね、まあ、新聞のコラムやテレビで見るたびにもっと続きを聞いてみたいなといつも思っていたんで、ちょっと聞かせていただきました。ありがとうございます。のりを超えずという、ことで、権力者は永遠に超えられない存在ということで、あのとても面白いお話だったと思います。現代 の、 あの、まあ、安倍内閣ですけれども、まあ、第、2回目の登板ですよね。1回目の登板というのは10年ほど前にございまして、その頃はあの私は衆議院議員をしておりました。野党と。したがって、官房長官の時だったか、総理の多分官房長官の時だったような気がしますが、まあ、教育基本法の、まあ、改正案ということの議論、まあ、随分やりました。この時に、私は聞いたんですね。あの安倍さんに戦前の教育は何が間違っていましたか、どう答えたと思われますか。そんなことにわかに聞かれても、答えかねますと、こういうふうに答えたんですね。まあ議事録をこうよく見るとちょっと、ね、ちょっと一言一句別に再現して記憶ですからね。私はあのこう言いました。戦前の教育というのは自分で考えて、自分で考えたことを発言して、そしてそのことによって社会に参加するということを全部悪ときたと。したがって言論の自由はもちろん大人にもなく、そして政府に対する批判は即投獄を確保しなければならなかったというところが間違いだったじゃないですかと言うと、まあ、それに対する反論は、まあ、ありませんでした。まあ、今あの憲法のお話で、まあ、ノリを超えずのそのノリの部分なんだと、憲法学者の青木さんのお話もそれに近いことと思いますけれども、もう一つあの浜さんのお話の講談にですね、共感力の話があったと思います。まあ、特にあの自民党の名だたる、まあ、派閥のドンだったり長だったりする方々と実は私親しくさせていただいてですね、加藤浩一さん、まあ、中学の先輩だったりしてですね、よくお話をしました。当時自社差政権でしたので、古賀誠さんとも会いましたね。お話しました。特に親しかったのは亀井静香さんで、したがって自民党の中でもちょっと安倍さんの考えて今動いている流れっていうのはかなりその全体の中ではこれまでの平均値ではないということですね。そういう意味ではいわば護憲というのは別に、野党だけじゃなくて、それこそ自民党も含めて、護憲だったわけで、集団的自衛権は、持っているけれども行使できないというのが内閣法制局と、そして歴代総理歴代内閣の見解だったんですね。そう思うと今年の流行語大賞が集団的自衛権、
もう一つはダメよダメダメだったということは、これはちょっと集団的自衛権は受賞者自体だそうなんですね。辞退しちゃったと。で、まあ、もう一つのダメよダメ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 の方は、女性、お笑いコンビの方が受賞したそうですけれども、まあ、その集団的自衛権、これが現代用語の基礎知識というね、自由国民社がやってますから、あの流行語大賞と、そこに30年前から書いてあって、つまりその書いてあること自体を変えなければいけないというですね、これ行使できないって書いてあるわけですね、そういうことがまあ今年起きたということで、そして、共感力ということで思うのは、格差が広がる、そしてまたさまざまなところのその正規雇用とですね、非正規雇用の落差というのがますます広がっていく、まあ、こういう中でやはりその一緒にそのことをその場にいなくても想像する力とか共感する力というのがとってもとっても衰えているんだろうと思います。今日はまあ大切な投票日ですけれども、明日から即政治は動き出すんだろうと思います。憲法というのは実はもちろんその憲法を守ろうと、9条も含めて変えてはいけないというのは私の立場であります。同時にその9条だけではなくて、憲法の土台となる国民主権、ここをいかに日々使えるか、憲法を使いましょうということをですね、私もノリを超えずに、やっていきたいと思います。今日は浜先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの後合唱に入るんですが、お席が少し空いてるところがありますね。空いてるところ、ここは空いてますか？2人前が空いてますのでどうぞ。合唱団の方にマイクをお渡しします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。合唱団コロフと申します。今日は九条の集い大成功おめでとうございます。私どもは、プログラムに、内容を載せていただきましたけども、この間一貫して平和と命の尊厳をずっと歌い続けた合唱団でございます。今日は私ども皆さんと同じ九条の心で歌いたいと思います。なお今日は、堀君を堀田悦郎の式でお送りしたいと思います。まず最初に、沖縄の歌をお届けしたいと思います。大変嬉しいことに先日の、沖縄選挙、小中武さん大勝利いたしました。本当に嬉しく思います。私たち合唱団も、東京の、集会で歌を歌って、この歌に参加しまして、今沖縄の歌も一緒に歌っております。では最初に、芭蕉布をお届けしたいと思います。皆さんよくご存知の芭蕉布です。女性合唱でお送りしたいと思います。聴いてください。
ありがとうございました。2曲は2曲目は、外国の歌からお隣朝鮮の歌を歌いたいと思います。宝仙歌です。日本に、植民地支配された朝鮮人の悲しみ、そして祖国を奪われたこの悲しみを、四季の移りに例え、花に例えて、祖国の独立と平和を願った歌です。聴いてください。それでは次は私たち合唱団の現状を歌います。もしかしたら皆さんも底力の単語と言います。ここまで来たけど、あたりを見渡す。
しい。どうしたの？あれ、なんだったっけな。でも夢を求めて歩んできた人生は決して錆びつかない、かけがえのない宝。誰にもやってくる、誰も逃れられない。あなたももうすでに体力限界、疲れが取れない、何もする気がしない。テレビでも見ながら今日は一日寝ていたい。でも心という時はいつでもどこへでも出かけよう。あなたを励まし支えるために、ありがとうございました。疲れていても頑張って球児を守るために、皆さんと一緒に、合唱団も頑張りたいと思います。あの70年前の戦争は何だったでしょうか。谷川俊太郎さん、竹光徹さんが作っていただきました、死んだ男の残したものをお聞きください。死んだ子供の残した
ありがとうございました。それでは合唱団最後の曲になります。合唱団が作りました輝く未来へという曲をお届けしたいと思います。いろいろなことがありますが、ぜひ球場を守って日本の新しい進路を開いていきたいという決意を込めて未来を輝けと歌います。聴いてください。それから、最後になりますが、チラシにも入れさせていただきました。来年の1月の25日に戦後70年の幕開けとなる演奏会を計画しております。ぜひ多くの皆さんのおいでをお待ちしております。よろしくお願いいたします。万の命重ねて
私たちは信じてる。命輝く未来を皆さんと一緒にね、全員合唱でお別れしたいということですので、プログラムの後ろに、歌詞がありますが、これは皆さんよくご存知のライブの歌ですから、これは合唱団が、作詞をいろいろ書きまして新しく作った詞ですので、ぜひ、皆さんの救助の会でどんどん広めていただきたいと思います。最後繰り返して、終わりたいと思いますので、どうぞご唱和くださいませ。この後展開の挨拶になりますが、アンケート用紙が入っておりますので、お帰りに書いていただくか、あと下の方に送り先がありますので、ファックスとか、メールとかで書いていただけると助かります。それでは展開の挨拶を執行委員会の板垣の方から、私から多くを語る必要はないと思います。浜さんのお話に感銘を受け、そして、合唱団この日のコーラスに魅了されました。そして最後は全員合唱、なんか心が現れて、心が一つになったような気がいたします。さて今日は先ほど来言われておりますように、衆議院選挙の投票日です。この選挙に向けて、総選挙に向けて、政権与党は声高に今度の選挙の争点は経済政策だ、アベノミクスだ、こういうふうに言っておりました。しかし同時に憲法改正、かっこつきですけれども憲法改正、
これも明言をしております。もし今度の総選挙で政権自民党が大勝するようなことになれば、安倍政権はまたしても今まで以上に暴走政治を行うのではないかというふうに危惧されます。それだけに何としてでも今度の選挙では安倍政権のという意思表示をする必要があるのではないかというふうに私は思っています。今日は投票日ですからもう時間がないよというふうに言われるかもしれませんが、まだ8時まで時間が残っております。まだ投票されていない方はぜひ安倍政権のの一票を行使していただくように心からお願いをしたいと思います。球場の会は憲法9条を守ろうという一点で結集しておりますから、特定の政党を支持したり推薦したりはしませんけれども、しかし今の安倍政権がやっている憲法9条改悪、憲法改悪、9条廃棄、これに対しては断固として戦っていかなければならないと考えております。その絶好のチャンスが今回の総選挙ではないでしょうか。ぜひ残された時間、変えられてまだ周りの方で投票されてない方は投票所に足を運んでいただくように皆さんもご努力をお願いしたいというふうに思います。以上のことを訴えまして本日の閉会とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。